います。よろしくございます。はい、J ボイズ健太です。2人はね、九州を拠点に私たち活動させてもらってまして、はい、そうですね。今回は埼玉県蓮田市にございます、はい、ティアラ蓮田店さんにお邪魔しております。毎月第2土日のお楽しみ、シャカリ収録始まりましたね、はい、始まりました。今日もね、いっぱいのギャラリーの方が ね来られて、もちろんミッションも今日は必ず達成と、バスバス上げていきましょう。バスバス上げていこう、はい、結構しよう、早くしよう、ね、はい、全然いけるけ、はい、おい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 、何してんねん、やめて。ここ僕らの場所やから。あれ、なんか樹脂さん背縮みました。なんかじゃ元からちっちゃいし、僕のマイホで何してくれとるんですか。マイホ、え、誰ですかっていうか、え、何の話ですか。誰なんですかね、九州の方。はい、九州です。あの、今から収録なんで、本当、はい、ちょっと一回出てもらって。ごめんなさい、その言葉すっくり返すんですけど、はい、え、誰と誰ですか。いや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 、博士さんと健太さんやろ。はい、健太です、うん、博士健太さんで、はい、博士健太で、うん、何しに来たんですか、一緒にやるんですか。ミッションを開けに来たんです、うん、ミッション開けに、はい、いや、開けるとかないんで、毎月第二土日は僕らの社会。いやいや、待て待て待て、おかしいか、おかしい。クオカードをいっぱいプレゼントしよう。そうそうそう、そういうために僕ら来たんです、はい、んですけど。いや、僕らが開けるんで、その、はい、そこはもうちゃちゃ入れてもらったら困るんですけど。どういうことですか。じゃあもう分かった、じゃあ本音、そんなん言うやったら、じゃあ対決かなんかやります。そうやね、あー、それいいかも。勝てんの、白黒はっきりですけど、はいはいはい、あー、いいかもいいかも。何で対決します。いや、もちろん出玉でしょ。まあまあ、分かりやすいですもんね。まあまあ、いい、ハムと喧嘩とかじゃなくて出玉で。あー、いや、ハム君はね、もう勝てそうやけど。すぐ勝てるんですよ。面白くない。いやいやいや、言い過ぎでしょ。いや、でも若干強そうやけど。怒っとんな、お前も。じゃあ、分かった、2日間やるんですか。2日間合計やりますよ。OK、定まで勝負しようか。どうします。はい、帰りのグリーン。グリーン帰りね。ちょっと待って、え、新幹線のグリーンで帰れるってことですか。グリーン車っすよね、一流芸能人。それはやばいな。分かった、まあ、まあじゃあそれで決まってくれたから、はい、じゃあ買った方はバスで帰らずに済むと、はい、新幹線のグリーン車で帰れると。いや、それはいい。それをかけて頑張ろう、はい、え、でもジュースさん足短くなりました。だから元々短いっつやめろや、兄貴いじんだよ。やめて、ふざけんな。ここだけやったら分からんねやから、やめとけ。それはそれやめとけと、はい、いうことで、じゃあ今回は、博士かな、博士さんと健太君を交えて4人で、僕らチーム、こっちもチームで、さだま対決、はい、新幹線のグリーン車で帰る、そう、さだま対決で、勝負しましょう、はい、これ結構人も多いで、うん、で寝台も結構入っとんで、番号マジ重要やから。番号重要ですね。これね、実は重要、かなり。ここでもう勝負決まっちゃうかもしれないですもんね。うん、どうしてもやっぱ早い番号引いて、うん、いい機種いかんと危ないから。そうですね、負けるわけにいかんからな。もうね、あんなやからに負けるわけにいかんから、うん、抽選良ければもういけるだろう。そうなんや、そんな感じだ。まずね、でわざわざね、九州のところまで出てきて負けて帰ったら俺嫁にぶっ飛ばされる。マジか。マジぶっ飛ばされるけど怖いよ。さあ、もう絶対勝つ。絶対勝つわ。本当に勝つ。で、帰りも、うん、宴して帰ろうや。あ、宴して帰りて、あ、二人でさ、失踪にはコンビニのおにぎり食べながら帰るから。やめよう、それは。宴しよう。絶対に負けられません。まあ、負ける気はしないっすけど。しゃくりー。おはようございます。お願いします。よし、お願いします。まあ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 、いや、でもちょっと後でちょっとマジで作戦練ろう。考えましょう。今回本気でいかなあかんから。負けられないですから、うん。シャカリキ、シャカリキ、シャカリキ、シャカリキ。うわぁ、マジか。おはようございます。おはようございます。シャカリキ。やっぱ相思相愛やね、うん、いや、近い番組とかなんで、ね、少しでも、ね、一生おりたいし、ね、まあ、だ俺には策がある、ある、いつものやつ、いつものやつね、はい、あ、まあ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 、まあ、俺にもあるけん、まあ、どうにでもなるよ。散らかされたからオープニング、はいはいはい、言うやんだけど、正直今回あんなん言っとる場合じゃなくて、大事なお知らせがあるんよ、はい、でミッション、まあ、ちょっと今ボードここにないんですけど、画面には映ってると思うんですけど、この中でなんと30万再生突破、あのジャグラーの回、第3戦の1回目の回が、はい、もう今多分32万再生とかいただいてて、はい、あそこがクリアになったと、はい、俺の作戦としては、俺らそこそこまあいいから、ジャグラーとか取れるラインやから、まあね、爆死待ち、あー、もう自爆するから多分か、自爆する方向を待つために俺らは手堅く行きたい。あー、もう寝台も入ってますしね、うん、うん、まあでもね、多分あの2人は結局、うん、
どうせ守りのジャグラーに行くんよ。いや間違いないよ。どうせだって俺らさ例えば1番2番引いとったとしても、うん、まあ守りのジャグラーに行ってなかったわけ。行ってない行ってない。だけどね、まあ、何番でもよかったと。まあ、まあ、何番引いても負ける気はセンターの。まあ俺たちにはあれがあるやん。そうやね。必殺技があるし、ね。必殺技あるし。まあ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 、まあ、まあどうせ守りのジャグラー行くけん。力でねじ伏せようやここは。あんなもうシャカリキじゃねえわ。全然お店の力やから。本当ね。うんマジで。シャカリキにやるとか言うって結局逃げるけんね。逃げる逃げる。シャカリキで力でねじ伏せよう。よし。そちらもう行くしかない。まあ、でもいただこう飯食おうや、うんうん、そうね腹が減ったら戦はできんけんね。食っとこ食っとこ。いやいい動画で見たこれ、うん、いただきます。海苔がめっちゃくっつけんやろ、うん、うまいうまい。マンハロ見てからのミラージャグ。マンハロ開いとった熱い。万が一のおっしゃー最後の1台最後の1台取れました。これはでかい。これでハムがスーパーミラクルジャグラー取ってもらえたら完璧かな。もう開いてない。ミラジャグ開いてないから。ヒダヨンヒダヨンヒダヨン4か5どっちでもいい。今一瞬で獣医さんがもう多分めっちゃ本気なんですよ。ミラクルマハロも開いてへんっていう情報もあったんで、もうとりあえずマイジャグ一番スペック高いし、もちろんティアラさんで一番入る可能性高いんで、この前ジャグでスタートします。さあこっち行ってみよう。おーい、前日やめとか分かる、分からない、分からない。そうやな、もう分からんのんで17、9、9、9、16、9、9、角に16、ヒロシケンタのバッツカメラで始めます。まあ、前日ね、あんまり体重ついてない外旋、こちらで実践スタートしたいと思います。僕的にはもう大本命です、ロイヤルマハロは今日ので、スーパーミラクルジャグラーかロイヤルマハロ、やっぱり完全に上使ってきとるはずなんで、そこ取りたかったのが取れたんで良かったかなと思うんで、これから打っていきたいと思います。さあ、じゃあ打っていきます。一応ロイヤルマハロがくるんで1ゲーム目、いやガクったようには見えないですね。ということで広重健太君に関しては、まあその抽選番号はえらい後ろやったみたいで、もうその時点でまずやる気あるんかと、うん、もうそこで勝負してんのかなとかちょっと思っちゃいましたけど、まあ、そこはやっぱ運なん で彼たち得意の、ゴッドで始めてんのかな。まあまあジューシーさんで選んでも僕一人で十分っすよ、あんな二人。でまあ正直僕ね、まあ、ジャンバリー .tv 内ってたくさん番組あるじゃないですか。数多くの番組がある中、やっぱりねこのシャカリキっていう番組一番ライバル視してるんですよ。正直まあ同期のハム君が出てるっていうのもあるし、結構ね必死になってやってる番組で、僕らもまあ何度も言ってますけど、ね、番組やらせてもらってて、まあ、ゴッツ神頼みっていう番組やらせてもらってるんですよ。結局それも本当こんな感じでもうがむしゃらに勝ちを目指すっていう。てかもう僕らね、健太と僕本当お金がないんですよ。まずもういついかなる時でも金欠なんで、勝ちたいというかもうマジで勝ちたい、勝負にも勝ちたいし、プラスにもなりたい、プラス収支で終わりたい。もうねこれでマイナスね3000枚4000枚くらって、もう夜行バスで帰るってなったら本当もう泣きっ面の鉢なんでね。まあ今ね僕とヒロシが九州所属でまあね活動させてもらってるんですけど、僕らがねそのシャカリキのゆえ、これはねちょっとお話したいと思うんですけど、デビューがね11月だったんですよ去年の。でまあデビューしたのはいいんですけど、12、1、2とですね仕事が1件とか、そんな時期をね3ヶ月ぐらい過ごしてるんですよ僕たち。で本当お金なくて、コーヒーの空き缶にね家から麦茶入れて持ち歩いたりとかね、そんな時期をね乗り越えてきてるんですよ。なんでもうあの時にはねもう二度と戻りたくないという思いから、今
今ね、しゃかりきり頑張ってるんですよ。ほんと負けんすよ、あの二人には。おお、これはもう中断ジェリア超確定ですね。146ゲーム。146ゲーム、ビッグですね、これは。で、一発目は中断ジェリー勝負のビッグで、ジャグラーと違って子役優先制御なんで、あの子役抜きとかする必要はないです。そのままもうビッグ狙ってもらったらいいです。すごい音で、ビッグ中は要注目ですね。スイカの設定差が、ロイヤルマールに関しては当然出てなくて、歴代のマハルに関しても出てないんですけど、まあ、実戦値でこれまでのマハロシリーズとかマタドールとかはかなり設定差があると言われてるんで、まあ、要カウントで、ここが右のこのランプが全体的にパカパカ来たらチェリーかスイカなんですけど、取りこぼすところで押してしまうとベルも同様に同時当選してるんで、ベルとシェリーかベルトスイカが同時当選している可能性があるんで、取りこぼす箇所で押したり変速押しするとベルが揃ってしまうんで、しっかり目押しですね。でもちろんスイカが出れば出るほどいい、まあ、ワンビッグにこれですね、1回ぐらい出ればかなり期待ができるんじゃないかって感じですかね。1回目でワンビッグは24ゲームですね。それとあともう一個、ビッグ終了後のここのリングの色、これが何色かあって、これでも設定したを、まあ、おそらくしとるとっていうところがビッグ中の設定判別要素ですね。これ最終ゲームなんで終了後のここの色が関係あるみたいです。これは白ですかね、白なのか何色も出なかったってことなんか、もしかしたら一部でここが青くなったりとか赤くなったりレインボーになったりするみたいですね。で、まあとりあえず1回目はスイカ1回と。まあどうせ今頃ですね、あのジューシーさんがあのドヤ顔で騎士の説明してるんでしょうね。あー、なんかちらっとここからよく見たらハム君見えるけど、見た感じ当たってないまだ、ハム君。よしよし、え、当たってる、当たってない。まあ今ちょっと入ってきたスタッフさんの情報なんですけど、4人の中で一番早く初当たり引いたのはやはりジューシーさん。いやいや、もうさすがっすね。やばい、今110回転でブドウがまさかの10分の1。ちょっとマイジャグフィッシャー立ち上がり悪い。まあ決してね、ボードジューシーさん、あのジャグラーで逃げスタートとかしてるわけじゃなく、出せるスペックがそこにあるんでね、僕らなりに立ち回りスタートしてるだけです。はい、218ゲーム、チェリーチョーク。レギュラーボーナススタート、まあ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 、投資が8本っす。まあ、これが俗に言うあれっすわ、嵐の前の静けさと、そういうことっすわね。いやマジで僕と健太だけっすよ当たり引いてないの。なぜ、なんでこんなことになるんやろ。他の方ね、打たれて外線打たれてる方みんな当たってるのに僕と健太だけ当たってないっていう、どんだけなんこれ、弱すぎでしょ。2人揃ってものすごい投資のスピードになってますねこれ。お、当たりました。52ゲームビッグですね。今ファンの方が来てくれて戻ってきたらというか、その後すぐ当たりましたね。このロイヤルマハロもレギュラー確率の差の方が設定差大きいですね。で
まあ、ビッグが1と6でだいたい 1.25 倍ぐらい差があるんですけど、レギュラーに関しては 1.5 倍近く差があるんで、まあ、ジャグラーと同じでボーナス合算見ていくんですけど、どっちかっていうとレギュラーまあ強い方が重要かなって感じはしますね。スイカは今回も1回リングランプ青ですね。ちょっとこれはメモっていきましょうかね。青が1回お当たりました。早い。赤でいこう。10ゲームビッグボーナスです。リングランプはなしですね。ハブの方どんな感じか一回見に行きましょうかね。こまめにやっぱ早い時間結構肝心なんで動けなくなっちゃうんで、マジでちょっと一回見に行きたいと思います。ブドウの設定差ってすごい大きいんですよね。で、まあこの300ゲームで何か分からないって話かもしれないですけど、おっと87ゲーム単独、もう文句言ってたら光ってくれました。ここはビッグがいい。 OK 89ゲーム単独ビッグボーナス、いやこれは助かった。まあとりあえず無難な感じ。僕は投手9本で今ビッグボーナス当たったところなんですけど、ちょっとマイジャグラー僕周辺含めてあんままだ回ってないですけど、ちょっと弱いかも。やっぱしやっぱスーパーミラクルジャグラーとあの博士さんがめっちゃ構ってほしそうに睨んできとる。でどうせあれっすよ、あまだあの2人当たっとらんへんから余裕やわ、このまま2人このまま今の台打ち続ければいけるいけるとかっていう多分話をしてると思うんですよね。あのまま爆負けしたらいいのに。もうね、もう放置しといてそのまま死んでくれるのが一番楽ですけどね。まあ、僕らはそういうシフト整理もするかもしれないですけど、一旦まあ様子見ながら、もう手荒で勝とうと思ったら一旦これがやっぱりベストなんで、間違いないですし、っていうのを知ってるんで僕らは。で、まあ、様子見ながら考えようかなと思います。まあ、やっぱ信頼はリセット濃厚じゃないかと。まあ上かどうかはまだ分かんないんで、まあ、こういう情報でもね、やっぱちょっとでも知ってるだけでも後々今日明日とつながってると思うんで、ちょっと真面目なテイスティング今日はしてますけど、さあキナナ3連初ですね。うわ4連キナナ4連もう一発、あー惜しい。まあとりあえず、GG は確定しました。結構かかったですね。2個、 GG2 個出てきてほしい。長くない？ここか。ああ次ですね。はい、538ゲーム、投手22本。さあ記念すべき1発目、よし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 。はい、ということで1セット382枚、結構取れました。さあ次は会ってくれ。頼む頼む。うわまあそれはそうそうな、そんなに甘くない。うわけリピオン来いよ。あリピオン、とりあえずはリプ4、もう一発引いちゃおう。リプレイ頼む。槍が飛んでくる、槍が飛んでくる。うわーダメ、とりあえずは G ストップ確定。うわー700回転か、どうなんやろ。
はい、G ストップ。V さん、V 返す。5はいらん。2個、鏡。もう、下手い。3とかいらん。7あるよ。うわ、当てきった。当てきった。Gストップから5。うわー、どうなんやろ。投資がジャスト30本。まあいいや、まあいい、まあいい、気を取り直していきましょう。うわー、5の以外がよかった。32人は超えてますが、おっしゃー、来い来い。なんだせわしい。ただ、中段リップとか右上がりとか今立て続けに引いてるんで、まあ、ちょっともうちょっと回しましょう。うわ、これはね、おる、これはおる。もう早く安心させて、早く。チャンス、またなんか引いた。右上がり、よっしゃー、69ゲーム。 OK、 早い、持ちメダルっすね。 OK、 OK、 順調順調。もう一回キナナラスト。うわー、キナナ4連で終わりました。これキナナ引けば乗ります。下段下段下段。よし、キナナ5連、こっちだ、キナナ5連、なんで、もう1個出てきます。よし、うまい、これはうまい、これはうまい、これはうまかった、よかった、もうね、Gストップからやったんで、絶対にもう、ストックはね、ほぼほぼなかったんで、出てきます、キナナ5連してるんで。これかな、あー、当たりましたね。よし、よし、これはうまかった。さあ、反撃ののろし、ケンタも当たってるんでね、ここマジで反撃のところ。はい、まあ色は白、仕方ない、 OK です。これはうまかった、本当に。キナナ4連、もう一発、来い、よーし、よし、よし、もう一発、ないか、 OK、OK、OK、これで3セット目までは行く。よし、マジ反撃ののろし。はい、ちょっと一回白菜の下の、まあ、バーズから集団ビターでビッグやったら多分4コマ滑ると思うんですよね。それちょっとやってみたいと思います。ダメですね、レギュラーかな、レギュラーですね。259ゲーム、多分これ4コマいくはずなんですよね。で、レギュラー中は、設定示唆が行われる技術介入の要素が1個あって、まあおなじみのスイカを1回だけ取得すると、でその時のここのランプで、設定示唆があると、上から下へ光る、下から上へ光るという2種類なんですけど、で今までやと見倒しでこの出目押して、これでスイカの残りリール狙って揃えれたんですけど、見倒しができない方でもこのロイヤルマハロでは中右でスイカを目押しして、こっちに白で挟まれたスイカ、白スイカ、白スイカ、白のスイカをテンパイラインかその1コマ上に押せばこのように取れるん で、 でこれだと2コマの余裕があるんで目押しに勝てなかったでもできると、でその時のランプのこの光方に要注目というのを1回だけやってください。で
この説明をしとる間に僕は一回これやって見逃しちゃったんで、ちょっと申し訳ないですけど今回どっちやったか見逃しちゃったんですけど、次からちゃんと見たいと思います。でこれで初レギュラーですね。ええ感じですね。めっちゃ順調ですね今のとこ。おお2ゲームまたっすね。またドールの時もそうやったんですけど、結構出ますねこれ中段チェリーは。このリングランプも今光りましたね。これはもうビッグです。もう一回ちょっと白菜の下のブランコを中段ビター、これ4コマ滑りですね。これが気持ちいいんですよね。2ゲームです。中段チェリー重複2回目、スイカは1回、リングランプは、お、赤や、リングランプ赤ですよ今の。え、あれ赤っすよね。赤やとしたらレインボーの下っすからね。あれの上にレインボーっていうのがあるんですよ。はい、1セット283枚。まあおらんでしょうここは。おるんかーい、おるんかい、いましたね。オッケー、おるんかい、これは嬉しい。ごさん、はい、2セット目終了。565枚。いやー2個あったら3個目も期待しちゃいますよね。お願いします、ここはお願いします。2個あったんやからいいやないですか、3個目。そんなに甘くないとしょうがない。まあ、ここからやけどね、移動できんような気がする、まあ、そうで、しかも毎回思うんやけどなんで俺らこんなにさ初当たりが遅いとかやなと思わん。いいスロースターだよ。唯一あの外線座ってた人でお客さんの中で俺らだけやって当たってなかったの最初。いつもや、大丈夫、いつものことやね。まあね、こっからやけんね、いつもね、こっからいつも巻き返してるやん俺ら。だいたい4000枚5000枚使って7000枚8000枚万枚とか出すけんね、うん、まあ、ルーチンよこれも。あ、これもね、あ、なるほどなるほど、うん、まあ今髪を温めようわけね。そうっすね、そうやね。だけどもう出玉でプレッシャー与えてやろう。そうやね、本当そこで与えるしかないけんね。で多分向こうも会議しよったんよ、うん、で多分今俺らがいくら使っとうとか多分話し合っとったと思うよね。チラチラ見に来よったんで、はい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 、まあね、こっから外線のポジションの見せつけましょうか、まあ、まあちまちまやっとってくれって感じっすな。そうやね、しゃがり気にね、はい、しゃがり気に行こう。まあ乗っとろやこの番組、行きましょう、頑張ります。おやす、 G ゾーン中にまあ切らない4連で AT が終わって、この G ゾーン中にキララ引いてキララ5連したじゃないですか。あれ間違ったらすいません、通常時の5連扱いって多分なるんですよ。で通常時の5連だったら、67% ループが 75%、 下手したら 75% ループが 25% でもらえるんですよ。もしかしたらそれも取れてるかもしれないです。はいと、3セット787枚と、いやちょっとね順応が少ないです。で僕のさっきの調べたのが間違いじゃなければループ取ってておかしくない。だからこれ続くか続かないか相当決まってくるです今回。3連続テンパ、よしよしよし、ループ取ってる。これ色は白、 OKOK。 でもやっぱ間違いじゃないです、 67% か 75% ループ取ってます。よーし、上乗せしよう、なんか引こう。これでまあ約1000枚にはいくと思うんで。あれ多分はティアラさんのこの自販機、僕すごい注目してるんですよ。ポールソムリエ改め自販機ソムリエハムイトです。特にね、右側の自販機に至ってはもうコーヒーしか揃ってないんですよ。コーヒーだけの自販機ほぼほぼ。
マタドールとかどんな感じ？最近はちょっと弱いかな。なるほどね。まあでも場所移動してるし、まあまあまあ全然あるんじゃない？オッケー。優しいやん、うん、あると思うよ。ありがとう。何やったんすかこれ。まあこんなんいらん、いらん、大した絡みも生まれず、これがクズ4のトップ2です。クズ4って言われてる J-BOYS のメンバーいてるんですけど、これがトップ4のうちの2人が絡んだこの結果。はい、というわけで、4セット1079枚マージお願いあってお願いします。うわー弱いなー、デメが鏡くれ、鏡くれ。よしよしよし、5セット目ループしてますね。 OK OK、 これでほぼ投手分は負けれると。よしよし、負けんぞハムとジューシーには絶対負けん。あ、当たりました。チェリー重複かも分かんないですね。198ゲームビッグボーナスです。よし、いった、これはいく。よし、勝負どころいった、頼むばい。頼む、あー惜しい。1個鏡ダメ、あー下手い、いやー下手い、うわーうわー、5、よし、イナゴ、OK、最低限はいった。これで次揃えたら一番うまい。ボタンない。さあ、あーダメ。まあでもね、1個乗ったんでよかったです。とりあえずは1個乗った。あーよかった。はい、17ゲームレギュラーボーナスです。やっぱり周りの台もロイヤルマウルに関しては全台いい感じです。で、あと2セットはあるんでプラスです。こっからはプラスになっていくんで。よーし、よかった。 V とかで揃ってもいいよ、別に V 揃いしてもいいんじゃない。ボート、うーん、色も普通と。よし、136ゲームレギュラーです。はいと、あまあまあとりあえず見えてるのはここまでですね。このセットで終わりです、見えてる分は。お、ボワーンときましたね。すごいプレミアムですねこれ。145ゲームこれダブテンはしないんですかね。これ145ゲームです。6回目のビッグですね。いやー順調っすね。いやーやっぱしね、こんないつもできへんのかなってめっちゃ思ってるんですよ。これかな。シャー V。 俺らよりはガンデって言わない。もういいですか、それぐらい言われるやん。オッケー。